皆様こんにちは、京都市交響楽団の首席打楽器奏者の中山浩介です。皆様は今いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスが、今大変ですね。京都市交響楽団も、仕事がキャンセルになってしまって、みんな悶々としている日々を送っております。お客さんもね、皆さん京京の友の会の方だけではなくてですね、もう今日本中がもう大変な状況なので、僕たちだけ苦しいなっていうのもどうかなとは思うんですけど、やっぱりここで芸術の火を消してはいけないんじゃないかなというのが今すごい言われていることでもありますし、僕自身も、すごくそれを強く感じております。ただ楽しいだけではないですけども、ぜひここで一度芸術というものを僕たちもですね、皆様もぜひ、見直していただいて、より今度ですね、新型コロナウイルスの、騒動が収まった後の、京のパワーを、楽しみにしていただけたら、幸いです。僕たちもいつか皆さんにまた再会できる日を楽しみにしております。皆様どうかそれまでお元気で。それでは失礼いたします。